ちは、心理カウンセラーの高見です。気分が悪いと自分も周りも全部ダメだというふうに思ってしまいます。こういった方時々いらっしゃるんですけども、この気分ということと自分の評価、周りの評価ということがリンクしてるんですよね。ですから逆に自分の気分がいいと自分も OK だし周りも OK というふうに、ある種ハッピーな状態でいられるんですけども、この気分が下がってきた時に自分もダメだし周りもダメとなると、これは非常に苦しい状態ですよね。で、実際のところは自分が OK かどうかとか周りが OK かどうかっていうのは、単に自分の気分ということとはほとんど関係がないんですよね。これは周りの人が自分の気分が分からなければ、自分がダメと思ってても OK っていうふうに思ってもらえることもあれば、自分としては気分がいいので OK と思っていても周りからするとそうでもないってことがありますし、周りの人も同じですよね。こういったことがなかなか理解できないと、非常にあの行動とかがムラがあるということで不安定になっていきます。で、一番いいのは気分が安定するということなんですけども、まあ、それを目指しつつも、まずはこの気分だけに引きずられないで自分や周りを見ることができる、判断できるというような方向性を大事にしていくということが、まずやっていけるといいんじゃないかなというふうに思います。で、この辺は一人でやっていくのはなかなか難しいということも結構あると思うんですよね。そういう時は心の専門家である心理カウンセラーといったとも、心理カウンセラーとともに気分の改善を図ったり、気分に引きずられないで物事を判断していくということ、だんだん見つけていくというのも一つの選択肢になるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後にご覧いただきありがとうございました。